もともとホストのプレイヤーだったみたいな感じですよ。そうですね、プレイヤーっすね。それやられてたのって何年くらい前ですか？群馬時代は僕18歳だった。それこそ何年前なんだろう、14年前とかなんですけど。この男の名は泉。18歳の時にホストの世界に飛び込み、関東各所のホストクラブで実績を積み上げてきた男。夜の世界に飛び込み14年、古き時代のホストクラブを生き抜いた一人の男に密着した。4月某日、ホスト TV スタッフは泉の自宅に訪れていた。まあ18歳ってもう、まあ、クソガキじゃないですか、うん、まあ本当に、はい、先輩に立てつくようなもうクソガキでしたね18歳の時にそのホストになったきっかけとかなんだった？ですね、僕ラーメン屋さんで働いてまして、まあ、夜中の勤務だったんですけど、そこで、まあ、スナックのママさんかなに、まあ、君ホストやった方がいいよみたいな言われて、ここから、まあ、面接行ってって感じですね。ちなみにその18歳の時に実際ホストになってみてどうでした？あ、もう楽しいな。僕なんかたまたま本当にお客さんに恵まれて、最初お数字バーって出たんですよ。あ、お酒は飲みましたね。めちゃ飲みましたね。あと、カズミさんとかもうパフォーマンスみたいにもうバコバコ飲んで、でトイレ行ったらゲロ吐いてるしまあちょっとそういう時代でしたね。本当なんか、まあ別に悪く言うつもりないんですけど、まあ、当時1本の高いシャンパンを入れてみんな飲むっていう感じですけど、群馬とか僕やってた時って1本の高いシャンパンじゃなくて、その高いシャンパンの分のカフェドパリを入れるんですよ。なんで3本とか4本とかでしてシャンパンコールしてって感じなんで、まあもちろん飲む量も多いわけですよ。じゃあ本当になんか今と違って高いオーダー入れるんだったら量をたくさん入れるみたいな。ああ、間違いないです。本当にそんな感じですね。料金も安くて、時間制なんで群馬って安くて、多分お茶とかついてくるんですけど、まあ1時間3900円とかで、はい、彼が18歳の頃、幸運にも地元群馬でホストを始めてすぐお客様にも恵まれ、充実したホスト生活を送っていた泉。しかしそんな群馬での生活の中、思いもよらないトラブルに巻き込まれたこともあったようで。まあ寮に入ってたんですけど、僕一緒の部屋だったのが、まあ、その店の、まあ、内勤さん運営さんだったんですけど、まあ、はい、店の鍵持ってて、まあ、給料日になって、まあ、みんなでその給料配りますみたいになった時に、ナンバーワンのやつと僕の給料ともう一人の人の給料がなくて、なんでないんだろうみたいになってなった時に、まあ、その鍵持ってる人が限られてるじゃないですか。まあ、その内勤さん、一緒に住んで内勤さんが疑われて、まあ、その人やってないよみたいになって、そしたら次は僕がめっちゃ疑われていや僕やってないっすよみたいな、しかもなんでまあ自分の給料だしそんなのないのってなった時に、まあ、その内勤さんみたいな人がすげえ仲良かったんですけど、それがなんか嫌で飛んじゃったんですよね結末はどうなの？結末は結局犯人分からずっていうか、まあ、結局飛んじゃったんで、まあ、その人なのかもしれないし、思いがけないトラブルに巻き込まれることもある中、18歳から1年間懸命にホストとしての実績を重ねた。そしてその後働いていたホストクラブが分店。泉は分店先の横浜に移籍することに。横浜の方行ったのって何歳くらい？それは19歳とかでしたね。群馬で働いて1年やって横浜行って。そうです、はい。なんかやっぱ群馬と違うなって思った点とかってあります？まあまず都会ですよね、めちゃくちゃ。横浜時代のホストのなんか印象深いエピソードとかあります？結構まあ男性客が意外と結構来るんですよ。僕がその指名もらってたその蒲田のなんかキャバクラの女の子がいて、その子がまあそこそこ蒲田では有名だったらしいんですよ、うん、でまあ、その子から指名もらってたんですけど、なんかそこのキャバクラのオーナーさんがとかになんか手出したりしてねえかみたいな感じで、まあ、別になんか何もなかったんですけど、まあ、逆になんかそしたらなんかお前いいやつだなみたいな感じでなんか気に入られてオーナーさんと、はい。なんでなんかそういう男性客でもなんか恵まれましたね、そこは。そこから歌舞伎町に来たきっかけは何だったんですか？お店がそもそも辞めた理由が横浜のお店が、
まあ、人が求人が弱いっていうか、まあ、人がいなかったんですよね。でもまあ数字はみんな少数制っていうか、まあ、いい店だったんですけど、でそこからまあ辞めたいですみたいになって、まあ、結果辞めたんですけど、まあ、でもホストとしてはまだこうやりきれてない部分があったんで、まあ、そしだったらまあ横浜近いし歌舞伎町行ってみようっていうので行きましたね。そっから歌舞伎町でプレイヤーやって何年くらいでした？プレイヤー兼年金みたいなのは10年ぐらいですかね。でまあそこが2年ぐらいやってたら、まあ、コロナになって、まあ、潰れたんですよね。まあ、結構いろんなお店からお話していただいたんですよ。で、まあ、プレイヤーとしてやろうよみたいな感じで言われたんですけど、まあ、そうなった時に、まあ、僕すごい GMC やっぱ最初にそのグランドオープンした時ぐらいに預かりで、まあ、お世話になってて、で最後にやっぱプレイヤーやるんだったら、まあ、GMC かなと思って来たんですよ、プレイヤーとして。群馬、横浜、歌舞伎町とさまざまな場所でホストとしての経験を積んできた泉。そんな彼がプレイヤーとして人生最後の店に選んだ場所、それこそがここ GMC だった。そして現在 GMC のマネージャーとして店舗を支える彼の一日が始まる。おきたわ、どうした？ラバーコースター。すごい。新しい店舗のコースター。キングスマンか。リアルにこの後の予定は何かありますか？あ、面接あります。あー、OK です。はい、新店の方は GMC の本店と比べてどうですか？はい、あー、まあでも。まあ、小箱なんで、まあ、それとあとプレイヤーゼロからスタートなんで、まあ、本当に未経験とかだったら本当にチャンスな環境にはなってると思うんですよね。で、まあ、地方とかの経験者とかでも歌舞伎町で挑戦してみたいってちょっとでも思ってくれる人だったら、あの本当にやりやすい環境だと思うんで。群馬時代の、はい、泉さんってどんな人でした？それなりにやっぱ彼もやっぱ売れてたんです。実は本当自分もやっぱ年取って、お互いやっぱ年取って今があると思うんですけど、お店を良くしようっていう意思だったりとか、その従業員さんのその信頼度だったりリスペクトっていうのをすごい勝ち取ってて、すごいびっくりしたっていうイメージですね。なんで今後また新体制でやっぱり新しいキングスマンクラブっていうお店がね、これからあると思うんですけど、本当に全然心配ないかなと、一緒に盛り上げたいなと思えるようにより一層、はい、僕も気合い入れてます。泉さんと知り合って修太さん3年くらいですか？そうですね、2年半とか。で、泉さんと俺のこの友情を語り出したら3時間かかります。3時間かかる。3時間かかります。一言で表現するともう愛までいっちゃいます。愛までいっちゃう。完全に。あ、はい、まあ、泉さんのおかげで僕今運営やってますから。おー、泉さんラブっていうこと。泉さんラブですね。もう逆に言うと泉さんしか信用できないんじゃないかな。泉さんしか信用できない。これ使われないでしょ。これ使われないでしょ。8年の時を超えてさらにレベルアップを重ねて重ねて、はい、もう最強な泉になってるっていうことですね。なんやねん。でも運営としての泉さんって、はい、なんか GMC でどんな存在ですか？スペシャリスト。スペシャリスト。何でもまあできますね。なんか一人で3人分の仕事するよ。一人で3人分ぐらいの仕事する。何でもするんで。そう。やっぱり泉2人欲しいわ。まあなんか今までプレイヤーやったり、運営とプレイヤーやったり、運営が一体で今後目指してるところとかってあります？まあ、とりあえず今は新店を成功させるっていうのが一つの目標なんですけど、